瀬戸康史のゲーム実況。はいどうも、瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。今回はモンストでございます。今回はね、ダンジョンとかじゃなくてですね、進化をね、させていただこうと思います。僕と静江さん今ね、二人でモンストね、お互いやり進めてるんですけど、今の僕のね、データこれ、ランク18です。で、パーティーはこれ、リーダーがグリーンで、ね、最初にね、緑のドラゴンを選んだんで、これグリーンで選んだんですよ。で、2匹目が、これ、ケルベロス。こいつは貫通タイプでね、なかなか使えるやつです。そして3匹目はね、チタン。こいつはね、進化させるとすげえ強くなるんですよ、攻撃力とかが。だから将来のためにね、育てます。で、前回ガチャで出たね、シバだっけな、シバは、使ってません。なぜかっていうとね、なんか進化してもあんまり強そうじゃなかったから、シバはね、あんまり使ってません。ということで、今の私のメンバーは、これなんですけど、このね、グリンデがね、ついに進化できるようになったんですよ。最強の進化です。それをね、今回ね、お見せしようと思います。そして、僕の進化の後に静江さんの進化もね、お見せするので、どうぞお楽しみに。それではまずね、僕の進化からいきたいと思います。マックス進化ですからね、主人公というか最初のドラゴン、進化合成ね、これね。で、選ぶでしょ。おい、このね、緑の石と玉をね、集めるの結構苦労したんだけど、今日は木曜ダンジョンをやって、この玉をね、やっとゲットできました。中級のステージでゲットできました。でね、これからやります。これで最後のやつにパワーアップします。それではいきます。進化。うわ、石が、やっと食べた石が、うーい、ウヘイ、うおー、なんかパックフラワーみたいの持ってる、こいつ。なんですか、ブサイク。ブサイクって言われましたね。ブサイクって言われたよ、緑のドラゴン。森の王グリンデ、星は5です。で、ストライクショットは、神竜の大進撃、友情コンボは拡散弾の EL3 でございます。まあ、ここからレベル上げていこうって感じかな。ちょっとレベル上げてみていいかな。だから強化合成でこいつ選ん で、ここに俺が頑張って手に入れたこいつらね。全然いかないし、これでいいや。ちょっとこの亀をね、これでも20しかいかないの。いきます。はい、なんかムカつく。じゃない。なんでだよ。はい、ここまでいきました。攻撃力7865、ヒットポイント8300、スピード159。なんかいまいちだよな。でもこれで最後なんだもん、進化。顔見て、顔。顔だ、いいよ、顔。いやー、ということで、これが私のドラゴン、森の王グリーンでございます。これドラゴン、ドラゴンでしょ、これ。カメみたい。カメじゃない、トカゲっていうかドラゴンだよ、こいつは。でも、蝶々の羽が生えててね。いや、なんかちょっとイマイチだな。攻撃力が1万とか2万とかさ、3万超えるのやつもいるんだよ。ちょっとまあ、こいつ使っていこうと思います。はい、ということで、続いては静江さんの番でございます。瀬戸康史の動画。はい、こちらが静江さんの画面でございます。まずちょっとパーティーを紹介しましょうか。静江さんがですね、今使っているのがこのマチルダ2。でも攻撃力こいつ1万4000万の、すげえ強いじゃん。はい、これがですね、2匹目、ヴィーナス。こいつが攻撃力6700、まあでもスピードが275キロだから結構いいじゃん。でもスキルがね、あんま使えないんだよね。はい、じゃあ次、これレッチリードで、今回進化させるのはこいつ。うんうん、ですか。うん、はい、マチルダ2も進化できるのに、なんでレチリードにするんですか。うーん、だってマチルダ2すげえ強いじゃん、今メインメンバーじゃん。そう、まだ迷ってる。赤い玉は1個しかないの。赤い玉は3つある。じゃあ どっちもいけるってこと。石が足りない。石、赤石、ほら6個しかない。あ、じゃあそれでも貯めればいいだけの話じゃん。そう、じゃあとりあえず、じゃあどっち、まあ好きな方やってよ、じゃあ進化。
結局まあどっちとも進化は石貯めればできるから好きな方。どっちを先に進化させたらしずえさんのパーティーが幸せになるかっていう話ですよね。これからのダンジョン進めやすくなる。いやでもマチルダは今主戦力だからな、しずえさんの。どっちがいい？だってマルチプレイするから決めていいよ。いや俺マチルダ2見てみたいけど。なんで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 強くなるじゃん。だってさっきまでだってドラゴンの方がいいんじゃないって。いやなんでドラゴンの方がいいんでよかったんだっけ。爆発するから、爆発が大爆発、大大爆発。マチルダ2は、うん、上にしか。ああそっか、進化しても上なの。上友情報。上上。ああじゃあドラゴンでしょ。でそのそうそうそう、マチルダ2は攻撃力強いんだけど友情コンボが上にしか出ないんだよね。え、それ本当？進化しても上？上。それ調査済み？上。調査済み。なるほど。じゃあドラゴン行きましょう。友情コンボが爆発だから大大爆発になるんだね。大爆発から、じゃあ進化合成。どうせすぐマチルダも進化できるから。はい。はい。お、いきますね。攻撃力はでも俺のとあんま変わんない感じだね。お願いします。いった。おお。すごい。ほら。おお、かっこいい。でもこいつもなんか別になんかかっこいいって感じじゃないけどな。おい、恐竜王レチリード、友情コンボが大大爆発で、ストライクショットはでもまあ変わんないよね俺のやつと、あんまり。じゃあとりあえずこんな感じで、しずえさんと僕はね進化したということでございました。今のところね順調にね、あのランクが2人とも上がっていってるので、これからどんどんね強いダンジョンとか攻略できるように頑張っていきたいと思います。あとね、そろそろその超獣神祭でゴッドフェスみたいなのが来るっていう、ことなのかな、わかんないけれども、ガチャがね結構しずえさんも30個溜まってるし、またね近々この玉を放出したいと思います。それでは皆さん楽しみにしてください。今回は以上でございました。じゃあのー。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。